はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。サムライ2948です。いつも YouTube のチャンネル登録、スーパーサンクス、Discord への参加などなど、本当ね、いろいろありがとうございます。今回はですね、世界で一番かもしれない、なんとね1000億円近くをかけて開発が続けられている超大型宇宙 MMORPG スターシーズン、もうテスト版でねプレイとかもできるんですけど、そのゲームでですね結構大きなアップデートの、紹介動画がですね公式から、発表されましたので、それをね皆さんと一緒に見て、どういう風にすごいのかっていうのを私がねご紹介していきたいと思います。でその前に少しだけね、宣伝もさせてください。スターシーズンのですね私、初回登録特典コードね今回公開しましたので、ぜひ、皆さんこのゲームをね登録するときね、プレイしたいよって方は登録するときに公式サイトでですねやるときにこれをねぜひ入力してください。ゲーム内マネーなどのね特典がもらえますので、入力しないと純粋に損になりますのでご注意ください。動画説明文にもこのコードあります。リフィーラルコードってやつですね。あともう一個、私ですねディスコードも運営しておりまして、総合ゲームコミュニティなんでスターシーズンだけではないんですけど、一応4000人以上いますのでね、ぜひ QR コードか動画の説明文から、こちらもね参加していただけると嬉しいです。はい、じゃあ前置きはこのぐらいにしてどんどんやっていきましょう。で今回はですねその動画、はい、皆さんと一緒に見ていこうと思います。すごい出来なんでね、もうこの段階でもうすごいっていうのが伝わると思うんですけど、はい、まず宇宙空間がですねこうやって広がってます。でスターシーズンのね大きな特徴なんですけど、宇宙で基本的には好きなところに行けるっていうのがあります。ただ現在ね実装されている星系は一つです。太陽系みたいなんですね。で今度新しくパイロ星系っていうのもね実装されるんで、それをね含めた紹介動画になってます。で現在これ映っているのはスタントン星系の、マイクロテックっていうね、エリアの星のエリアの、ニューバベージーに向かってるとこですね。はい、こんな大きなね宇宙ステーションも、はい、これねすでにもう実装されております。でこの惑星のね表面を見ていただきたいんですけども、雲の表現がものすごいリアルですよね。これ紹介用の動画として作られた 3D のね雲じゃなくて、実際ゲーム内でこんな感じです。もうモヤモヤの雲がねちゃんとある。明らかにこのね薄っぺらいね雲じゃないんですよ、本当にリアルな。でこんな街並み、これニューバベージですね。マイクロテック表面にあるニューバベージという街なんですけど、テラフォーミングにね失敗してちょっと雪の惑星になっちゃったみたいな設定に一応なっているんですが、すごいよねそれでもね、作り込みがすごいね。これこんなところまで実装されておりまして、でこれね実際ゲーム内でも本当にこんな感じに似たような感じで動けます。何が言いたいかっていうと、皆さんここまでですねロード画面を一度も挟んでないっていうのが分かると思います。他のね宇宙の系のゲームって大体ですねグラフィックレベルが上がれば上がるほどロードがもうめちゃくちゃ多くなってって言って、なんかテンポがすごい悪くなるんですね。スターフィールドとかまさにそうなんですけど、そんな感じがねオンラインなのに全然ないっていうのが、ね、このゲームの最大の特徴になります。これ意外と難しいことらしくって、よくね運営これ実装にこぎつけたなって私ずっと思ってます。なんか当初のね構想としてはなんかロード画面挟むみたいなのあったんですけどね。はい、あこれ列車ですね。これ今どういうことかっていうと、ニューバベージのね向こうの都会っぽいところから宇宙港、つまり宇宙船の発着場までですね、今向こうに見えてますよね、宇宙船の発着場に今列車で向かっているってシーンになります。これニューバベージに行ったらですね皆さんも同じことをやると思いますので、ぜひねこれ覚えておいてください。列車で宇宙港までね行かなきゃいけないと、つまり街の中にドカンとですね宇宙港っていうか港があるわけじゃないんですね。はい、それがこのニューバベージの特徴になります。この辺は全部実装されておりますので、はい、安心してください。どっちかというと実装されてないのはね今回の動画の後半ぐらいですね。パイロ星系はまだ実装されてないので、その辺がね、ただ近々もう実装されますし、テクニカルテスト始まっておりますのでね、はい、後でご紹介しますけども、あ、今キャラックが来ましたね。これキャラックっていう大型の船なんですけども、リスポーン地点として設定できる数少ない船のうちの一つで、結構値段も高いんですけど、はい、船内もすごいですよね、このゲーム。作り込みがね、もう他のゲームと段違い、こんなに作り込まんでもええやろってぐらい作り込んであるので、はい、この後もね動画の中で何機か船出てきますので、ぜひねそれも堪能していただければと思います。すごいですね、コックピットもね素晴らしい、風景もいいですね。でこんな感じでですね惑星表面、惑星表面間で、ね、ワープとかするとこんな感じになるんですけど、いやー、ほんとすごいですね。雲がいい。何より雲がいい。あと大気圏のね、層。あれもいいですね。
やっぱこのぐらいリアルになってくると本当にね、もうゲームもついに来るところまで来たかみたいな感じになってきますね。でこれバイオームですね。何かっていうと、あの植物とかあと岩肌と洞窟のねアピールになってるんですけど、この辺はすごいね。洞窟もねチャチい感じじゃないんですよね全然。まあとりあえず穴作ってみましたみたいな感じじゃなくて、こんな感じでいろいろできるようになってます。具体的には採取とか採掘になってくるんですけども、まあ確かね採取はまだ実装されてないんじゃないかなと思うんですが、採掘とかね岩を砕くとかそんなのはもうすでに実装されております。まあレーザーカッターみたいなやつで砕いていって、であのビームでそれ回収するみたいな感じなんですけど、まあいろいろなね価値があるものをこうやって採取していっていくという感じの流れになってます。採掘船も結構いろいろ実装されておりまして、将来的には超大型のですね300メートルを超えるような宇宙船、採掘宇宙船も実装予定になってます。オリオンって言うんですけどね、名前がねいいね。なんか本当の発音はオライオンらしいですけど、はい、ローマ字読みだとオリオンですね。あとこれね地表面のあのもや、朝もやみたいなやつもこれよく見るとあるんですよ。この朝もやもね素晴らしいと思いますね。どうやったんでしょうねこの実装。これ皆さんどこでも行けますのでね、ゲーム内で実際惑星表面とか全部行けます。まあクルセイダーみたいなねガス惑星ちょっと行けないんですけど、はい、ガス惑星以外は基本的に降り立てます。まあガス惑星の上に降り立てたらそれは怖いですよね。まあこの後出てきますのでね、その話は後にしましょう。で今これ何がすごいかっていうと、これ川もね割とここ1年か2年ぐらいだと思うんですけど、川もね実装されました。おかげでねよりあのなんて言うんでしょう、自然が一応惑星に表面にもあるんだなっていうのを結構強く実感できるようになりましたね。水の表現もまあ見事で、この後ですね将来実装予定の水の表現も出てくるんですけど、それも素晴らしいんでね、ぜひ見てほしいですね動画最後まで。わあすごいね、岩とか草とかもねちゃんと実装されてますね。こういったところにね手を一切抜かないというか予算をかけすぎなのがスターシーズンです。もうできることは全部やるみたいなね感じのスタンスの上なので、将来的には私ね植物の採取をして、でなんかね細かくいろいろなんていうかな、もうルーペで見るとかじゃなくってね、顕微鏡で見れる細胞とか葉緑体が見れるとか、そこまで行くんじゃねえかなって私は正直思ってます。ここまでやる運営ですからね。もうほんとどこまでやるかわからない。それがねスターシーズンの運営になります。その結果雪の星もあれば、こういったね植物がいっぱい岩いっぱいみたいな星も生まれてきてるわけです。素晴らしいねこれ。太陽の光の表現も見事ですね。本当に現実であるような感じですのでね。で風でこうやって、まあ、草木が揺れてるっていうのもねすでに実装されておりますので、こうね、草が全然動かないみたいなゲームとはまたその辺も一線を画すような感じになりますね。はい、でちょっと今ね右端の方に何か見えてきましたけど、これゲーム内ではこれはね多分まだ未実装だと思うんですけど、動物さんですね。なんかお腹になんかついてますね。で、はい、なんか風力発電みたいなものもあって、農家なんですかね。ちょっとゲーム内で私ここ行ったことがないので、多分未実装のエリアじゃないかなって思うんですが、ちょっと有識者の方いれば教えていただきたいんですけど、はい、こんなこともねできるようになっております。将来的には基地とかもねもう建てれるようになるよっていうふうにもう公開されておりますのでね、その辺の予定がぜひ、その時にはね私も皆さんと一緒に基地建ててね、まあ昔こんなことをね、あんな動画見てたねみたいな話をねできたらいいなと思ってます。はい、というわけで、ニューバベッジでしたっけ、そのね惑星表面の、ご紹介でした。最後のあたり以外は全部いけると思いますのでね、ゲーム内でぜひ行ってみていただけたらいいかなと思います。雲もねやっぱすごいなんかもっこりしたやつもあれば薄いのもあったりしてね、結構バラエティに飛んでるんで素晴らしいですね。はい、でこの後なんですが、次は宇宙空間にねこれなんで向けて姿勢を向けているかっていうと、確かワープだったと思うんですが、そうですね、はい、
まあ、ワームホールっぽいワープで、ちょっとこれ今こんなだったかなと思うんですけど、はい、将来的なワープの演出なのか本当にワームホールなのかちょっと分かんないです。はい、美しいですね。すごい作り込まれたワープですね。で、イエラーに着きましたね。クルセイダーの月です。スタントン第二惑星でしょうか。スタントン星系第二惑星、小惑星帯ですね。ちゃんと実装されております。近づくと、ね、また別のゲームの話するとあれなんですけど、あの輪っかに近づいたらね、あの本当に線みたいになってる、全然あの小惑星帯じゃなくて線が浮いてるみたいなゲームね、昔ありましたけど、そんなもね、チャチーもんじゃないんですよね。本当にある。で、小惑星の帯の中に隠れてね、こうやって基地みたいなのが作られてるっていうのもあって、この辺も非常にリアルですね。なんか、緑色じゃない、青色の猫型ロボットが登場する映画で似たような設定があったような 気がしないでもないんですが、はい、まさにそんな感じですね。で、次、いよいよ、大きな星が見えてきましたね。これが、何だったかな、クルセイダーかな、多分。そうですね、クルセイダーですね。なのでおそらくガス惑星だと思います。ちょっと近づいてみましょう。あー、素晴らしいですね、雲の表現。またね、別の雲の表現ですよね、これね。さっきのあのね、マイクロテクトはまた違う感じの、全然違う感じの雲ですよね。で、これはガス惑星の上に浮いてるオライソンというね、町です、ね。フローティングクラウドシティオブクルセイダーって左下に書いてありますよね、オライソン。これもすでに実装済みです。だから皆さんね、ここに行ったらちゃんと歩けます。まあ、ちょっとね、大気圏外に出るのにね、エネルギーが結構いるんで、まあ、微妙な人気な気もしないでもないんですけど、あれ修正されたのかな、ちょっとわかんないですけどね。はい。で、目の前のね、ちょっと中心寄りには、あの、クジラさんのね、ブロンズ像が立ってます。で、クジラさんのブロンズ像、これ何かというと、クジラさんのね、観光ツアーみたいなものが将来的に実装予定なんですけど、いよいよですね、その辺が実装されるのではないかと、今回ね、噂されております。で、なんでね、そんなクジラの観光が実装されるかもしれないっていうのが分かったかっていうと、これちょっとね、映像を見ててほしいんですが、これマーキュリースターランナーですかね、多分そうだと思う。似たようなのがね、最近いろいろ実装されてるから見分けつかなくなってきてんだけど、多分 MSR じゃないかな。で、あ、マーキュリーって書いてありますね。で、ほら、先ほどのクジラさんの本物が浮いておりますね。素晴らしい。素晴らしいですね。なんかファイナルファンタジー10で似たような生き物が空中を浮いてたような気もしないでもないんですが、はい。実装されましたね。なんかね、ところどころね、どっかで見たような気がするなっていうものがあるんですよね、このゲーム。実際、本当に、あの、で、本当に参考にしましたって、あの、開発者がね、言ってるものもあるんで、はい。クジラさんはね、まあ、私がファイナルファンタジーで見たときは、もっとで、超巨大でしたけど、はい、まあ。このゲームではややミニチュアですね。で、また、宇宙にね、視線が行くんですけども、次はどこ行くんでしょうね。またワームホールですかね、ワープですかね。おそらく次はですね、パイロへのワームホールがある場所に、ワープしてるだけだと思うんですけど、多分そんな感じだと思います。私ね、パイロ一応テクニカルテスト参加してきて見てきたんですけど、まああのね、直で行けちゃったんで、あのワームホール通らずにね、行っちゃったんで、ちょっとよくわからないんですよね、その辺が。もう、わーって感じで、わー、パイロすげーって感じでね、行っちゃったんで、パイロ星系ね。はい。で、今皆さんが見てるのは、その、スタントン星系、現在皆さんがね、あの、プレイ可能なスタントン星系から、まだテクニカルテストしか行われてない、パイロ星系への移動をするための、ワームホールの場所にね、皆さんこれ、来ております。それがこの映像です。いろんな企業の宣伝があちこちにありますけどね。はい。まあ、この辺も、ある意味リアルっぽいですよね、多分。うん。実装ってか現実になったらこんな感じなんじゃないですかね。明らかにワープとは演出が違いますね。すごい。なんか、
タイムマシンのねアニメとかの映像にやや近いものがありますが、あー着きましたね。これがパイロ星系です。ここから先は皆さんまだね正式実装されてないエリアです。で一応テクニカルテストは行われてるんで、もうほとんど開発もね、うまくいってるって感じのエリアですね。でこれ今浮いているこの宇宙ステーションみたいなもの、これね名前確かねチェックメイトって言います。ステーションチェックメイトみたいな感じですね。チェックメイトステーション、まあどちらもいいかもしれませんが、なんか昔はねすごく栄えた場所らしいんですけど、今はねフレアとかのね健康被害が大きいんで、まあ打ち捨てられて、なんかヤンキーたちみたいな人たちばっかり住んでるっていうのがこのパイロ星系になります。なのでフォールアウトとかですねサイバーパンクとか好きな人はこのエリアすごく好みだと思いますね。非常にアウトローな感じの宇宙ステーションですね。いいね。こんな感じで空気漏れないんですかね、すごく心配。意外とねこれ中広いんですよ。よくね他のゲームにあるのはなんか街とかね宇宙ステーションとか実装されてもねすごい狭いってことあるんですけど、このゲームは広いです。めちゃめちゃ広い。あこれ皮膚ですね。皮膚表現もだいぶねいい感じになりましたね最近は。ちなみに私このチェックメイトの中で死ぬほど迷いました。もうあのね迷わせようとしてるんじゃねえかってぐらい中が複雑でですね、上にも下にもねかなり深くまで行けるんで、なんかねすごく細かくよく作られてるんですよ。だから迷うんですけど、はい。なのでこの中もですねぜひ皆さんあの本実装されたら、探検してみていただけるとねいいと思います。はい、ほんとすごいです。一日中ね歩き回っててもこの宇宙船の中全然飽きないぐらい、そのぐらい広かったです。でこんな感じでなんかいろいろね物売ってたりもします。なんかね芋虫の動く食事みたいなのも売ってた気がするんですが、ちょっと気持ち悪かったんで私はあのはい記憶からはやや消しておりますけどもね、まあなんかいろいろそういった変なものも販売しておりますね。まあ大型の船がなんか発着艦できるような場所がないのでね、じゃあやその辺はどうなのかなって疑問もあるんですが、まあもしかしたらね、将来的に何か別の、ゲートみたいなのが実装されるかもしれませんね。でチェックメイトの、まあ、ご紹介はこの辺になる感じですね。で次に向かうんですけども、次はねどこでしょうね。これ右下に出てるのはねあのベロシティっていうのは速度です。多分速度。はい、新しい星、青いですね、美しい。パイロ3ですね、パイロ第3惑星。そういやシステムってこのゲームや結構あのね英語出てくるんですけど、システムってあの星系って意味なんで太陽系とかですね、太陽系とかの系の星系の部分があのシステムなので英語だとね、なんか組織とか変な訳さないようにしていただけると多分ね物語の理解が早いんじゃないかなと思います。てかすごいね雲の間からね木漏れる光とあの影の表現が素晴らしいですね。あとよく見るとこれ積乱雲みたいなものもあって、先ほど見たあのニューバベッジとかあのオライソンとかクルセイダーのオライソンとかね、あの辺の雲の表現ともまた違う感じで、はい。で今登場したこのね超大型弩級戦艦みたいな、ね、リクレイマーっていう船なんですけども、実はこちらの船ねサルベージ船です。はい、戦艦ではございませんので、はい、超大型のサルベージ船ですね。ゲーム内でもすでに実装されております。あ火事ですね。これ火の表現を見ていただきたいんですけど、この辺はね、まあ、将来というか、まあ、近々、実装ということなんでしょうね。今はここまで火の表現良くないと思うんですが、まあもうちょいでですね、ごめんね喉が今結構やばくて、はい、でもそれでもね紹介したくてこの動画ね頑張って作ってるんですけど、まあこのぐらいいい表現になるようですね火は。ねえ素晴らしい。ちなみにサルベージ船ってあの要は、宇宙空間でですねナンパしてしまってもう乗組員も誰もいなくなったような船の回収みたいなことをねする船です。リアルでもありますよね、あの深海に沈んだね、あので事故で沈んだ観光の船、北海道とかでありましたけどね、それをあのサルベージして引き上げるみたいな話ありましたけど、あれの宇宙版みたいなものです。
まあなので今の船ね、よく見るとアームとかいろいろついてるんですけど、前の方に。まあ値段もそこそこする船なのでね、まあお金がある方は買ってみていただけるといいかなと思います。サルベージ機能までね、実装されてたかどうかちょっと覚えないんですけど、小型の船はね、あのサルベージ機能も実装されてるんですが、リクレイマーはまだ実装されてなかったかもしれません。なのでね、その辺はちょっとご注意いただければなと思います。はい。あ、これまた苔みたいなものが地表に生えてるエリアですね。もうさっきからですね、ニューバベジの雪原といい、ね、オライソンの宇宙というか、まあ、浮いてる街並みといい、ね、そしてこのパイロ星系のこの苔っぽい地表といいですね、もうすごいよね、全部植生とか雲とか光の加減とか違う。もう でもなぜかこう自然でね、多分本当にこういう場所があったらこんな感じだろうっていうね、リアル感も持ち合わせてこれだけ作られてるって、まあこんなゲームなかなかないですよね。てか他にないと思うんですけど、あったとしてもね、あのなんか行けるエリアが限られてるとか、ロードを何回も挟むとかで、ね、そういうのは結構あるんですけど、やっぱそれだとねリアル感がねちょっと損なわれちゃうんで、やっぱこのゲームその辺非常にこだわってるのですごいなと思いますね。はい。でなんか湖みたいなもの右手に見えてきましたね。風の影響がちょっと波打ってますけど、この表現も素晴らしいですね。なんか小さい町みたいなものが見えてきましたね。この辺からはね、物理エンジン的なものの紹介を少ししていく形になります。素晴らしい。これ水がねちゃんと波打ってるの分かります？上にこう宇宙船がいるから、あのその風圧で下がねこう水が波打ってたんですけど、そんなのもね実装予定です。こんな感じでちゃんと村みたいなものもあるんですよね。今はねクエストとかミッション少なめなんですけど、まあこの後どんどんね増えていくと思います。まあ少なめって言っても数十種類ぐらいはあるんですけど、まあ、なんか評価が低いとね、あの受けられないミッションとか、ちゃんと評価システムみたいなものもあるんでね、ぜひその辺もまあいろいろ試してみていただけるといいんじゃないかなと思います。評判上げていくとやっぱいいね、面白いミッションを受けれたり、あ、これ水をね、これこのシーン見てほしいんですけど、水を見てほしい。すごいですよね。ちゃんとね宇宙船が通ったところはあのへこんでるっていうのは、これね素晴らしいと思います。私やっぱね水よくあるじゃない、あの宇宙船がね湖の上ギリギリ飛んでるのに全然波が立ってないみたいなゲームありますけど、やっぱあれ良くないですよね。やっぱこのぐらいね、宇宙船なんだから出力絶対すごいんだから、このぐらい波打ってほしいですよね。こういう表現も実装するのがこのゲームのすごいところです。であとオブジェクト、これ見てほしいんですが、ちゃんと物体が壊れてます。こういうのもねもう近々実装予定です。現在ここまでちょっとできてないんですけど、まあ、岩の採掘とかだったらね、あのちゃんとすごいいい感じで壊れるんですけど、こういうのも実装したいですね。あとこれ宇宙船の残骸でちゃんと波というか水が動いてるって、これあのデモンストレーションですね。よく作りましたよねこんなものね。ロードもなしでこれだけ広大なマップでどうやって動機取ってんでしょうね。はい、いろいろ不思議なんですが、これは服の動きを見てほしいです。風で服がちゃんと動いてるってね、物理エンジンが稼働してるっていう証明で、で汗も流れてる。今ねさすがに髪があの風でなびくとかないんですけど、その辺はね多分将来的に、まあ、絶対実装されるなって私は思ってます。やっぱ風でね服はなびいてるのに髪が一切なびいてないっておかしいですもんね。もう絶対実装、この辺は絶対実装してくると私は確信してます。何の情報の公開もないけど、まあ来るだろうなと。それがこのねスターシーズンの運営ですので、まあ開発期間長いですけどね。はい、というわけでね、今回の動画これで以上となります。はい。スターエンジンということで、スターシーズンに使われている開発ソフトのね、エンジンのご紹介でした。元は暗いエンジンだったかな。なんか訴訟とかいろいろ乗り越えて、スターエンジンというものにね、あのオマージュして現在開発が進められているようです。で、もう一回表示しますけどね、スターシーズンのあの初回登録特典コード、こちら、絶対使ってください。使わないとね、もうもろに損になりますので、はい。で、あとディスコードもね、こちらからぜひ入ってください。はい。
4000人以上のプレイヤーがですね、まあ、スターシーズンは少ないですけど、ね、まあ、100人200人ぐらいのプレイヤーが皆さんお待ちしてますので、私もね皆さんのことお待ちしておりますので、ぜひ、一緒にプレイしましょう。じゃあお疲れ様でした。サムライ2948でした。またよければね、ぜひ別の動画もご覧ください。ではでは。